これは1989年の航空写真です。この時代、深川線、晴海線はこのように通っています。この配線を飛んでみます。越中島貨物駅です。ここが深川線のスタート地点です。この部分は線路が残っています。ここも深川線線路跡として保存されています。ここが深川線分岐で、ここからが晴海線です。今でも残っている晴海橋梁です。終着点の晴海ふ頭です。いかがだったでしょうか。深川線跡を経由して晴海線跡をたどってみました。